なんかあれね動きがないんで星の可能性が、いやね、こっちは星の可能性があるんですけど、動いてる、うん、動いてる、でも動いてるわ、うらっとした、うらっとした今画面で見るとピコピコしてる、うらっとした、やっぱり今さっきあの上にいたのよ、うん、もうちょっと上にいたんでしてる、これだけ動くんだって普通は1時間かかる、確かに、いや横に来た、横に来た、横に動いた今、あれ1時間はかかるはずない、この星やったら、うん、降りるのに結構これ明るいよね、明るいね、でもね、こっちの方がすごい動いてた、イライラしてるね、やっぱりイライラしてる、あ、動いてますね、確かに光の加減が変わってる、これがね、さっき撮ったやつだ、あ、でもさっきこれも前になったな、イライラしてますね、イライラしてますね、上空から、これ上空で観察してるんじゃん、確かに、うん、強い光、そうですか、うん、あれですね、あの下が赤く点滅してる感じで、そう、ちょっとなんか3つか4つ、確かにね、すごいはっきり見える、確かに星じゃないか、あれは、お前に本当にね、あの肉眼でよく見えないんだけど、あの機械、うん、なんか点点点って見えます。いるんだ。なんか、あのさ、こ、本当大きい、本当。多分。あれもじゃない？あのどれ？あれは違う。あれ星？あれは星かな、あれは星か見て、ここ時々ね、チカってなんか、これはでも動いてないのかな、やっぱり、いや動いてる、さっきと位置が違う、あ、そうなんだ、うん、これをね、これを拡大で撮ったら、こっちをちょっと待って、もう一回、火星大石器に当たってる、あー今んところまあどうだろう、動いてはないのかな、うん、いや、なんかなんとなく、うん、星はあっちね、あそこに星は見えるね、雲があるんだ、星見せるにはやっぱ雲が、これ雲があるね、ちっちゃい雲があるね、点点がばかり見えてる、一応薄ら雲かかって、あれ雲の前にでも見えてるよ、あそこあれ、雲が、雲の隙間にあそこ星が、あそこ見えてるけど、どこどこ、あそこ、あ、はいはい、真上、星だとすれば雲の上、この晴れてるところだけで、だからこれうすら雲かかってるよ、これ、はい、しかもそうそう浮いてるわけも、しないでもらえる、まだ耐えてんのか、ちょっと細長くなりました、ちょっとこっちに、うんうん、ちょっとすることは、うん、少し動いてるような、うん、周りにちっちゃいけどチラチラとちっちゃい点みたいなのがいっぱいチラチラと周りに少し見えるんですけど、あの輝いてるものもある、あ、これ動いてるかもね、動いてるね、はい、見てください、ね、ちょっとこれ動いてるような気がする、あ、動いてます、動いてるね、はい、手も取れてる、やっぱりそれ出たいって気持ちは、ね、あるか、動いてます、お、結構動いてます、近所にね、ちっちゃいちょっとちょこっとちょこっと跳ねさせたぐらいのね、小さい光がね、時々手がパラパラ点滅してて、結構2、30切るよ、多分、
大きいじゃん。あ、フロッキーは。フロッキー。ちょっと今手を挙げましたが。これですね。大きいよ。これも円形とかかな。これだとオレンジ色がわかりますね。色がついてるもんだっけ。動いてはいますね、でも。動いてますね、うん、完全に動いてますよね、これ。完全には動いてます。これはうちから見られようとして出てるんだと思いますけど、まあ、でも本当は際まで上まで生えてますね。際まですね。あ、遠くなった。こんなに拡大してるのに。おお、消えた消えた。まだでも肉眼では少し見えるけど、はい、葉っぱ、まあ、まだ葉っぱか、葉っぱに隠れてるんです。葉っぱに隠れてるんです。まあいい、まあ、まあこれで一回取れたからいいか。すでに地球に来ている宇宙人500種類、その中で主な勢力を占めるのは20種類。これはこの地球と宇宙の歴史、人類が忘れていた真実。あなたはこの事実を知っていたか。強い者が弱い者を支配する、それが宇宙のルールだ。人々を襲うのは全員食らい尽くせ。レプタリア。この星を守っている者だ。特別な能力を持つ5人の地球人。お前が親玉か。レプタリアンが憎いかい。奴の狙いは地球人の計画を阻止して地球の歴史を変えてしまうことだろう。行かせてください。3億3000万年前に。止めても無駄のようですね。負けた者には死があるのみ。おとなしく私に従え。くそ。私を誰だと思っている。さよなら、悲劇のヒーローさん。この地球の想像を絶する計画がついに明かされる。今こそ地球の真実を明かそう。宇宙の法黎明編。